おはこんばんは、みなさん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそー。はい、今日はですね、寒いね。今ね、撮影日は1月の31日、9時18分なんですけども、あ、夜のね。今さ、皆既月食、やってんのよ。なので、8時48分から、スタートみたいな。そんな、よーい、ドーンって感じないけど、私そういうなんか月とかさ、こういう星とか宇宙系が好きなのね。8時40分ぐらいから、見てて。ベランダから全然見てたんですけど。で、なんか全国的にね、どの方角でも見れるみたいな。まだね、わかりにくくて、やっぱ月食って遅いから、やっぱ地味にこう行くからね、普通はこう待機してるものなんだけど、いっぱい着込んでたんですけど、寒すぎて、一回家族全員でこう部屋に戻ってて、もういっかと思って、撮影しようと思って、そしたら、15分ぐらい経ってたらしくて、まだ撮影しないで。そしたら、うちのお母さんが、やばいよって言って。で、ベランダ見たら、もうね、三日月みたいになってる。それも今さ、皆既月食さ、今回のはただのじゃなくて、スーパーブルーンブレッドムーンだっけ？なんか、スーパームーンってあるじゃん。通常の月よりも、ちょっと大きく見える。月が近いっていうスーパームーンあるでしょ？そのスーパームーンと、ブルームーンっていう、まあ、ブルームーン、って名前なんだけど、ピンクとか赤っぽいちょっと色の月。そういうのがあるんだよ。ブルームーンで。だから、スーパームーンの時だけもあるし、ブルームーンの時だけもあるのね。で、皆既月食の時だけもあるじゃん。だけど、だいたいそれって別々のものなんだけど、今回はそれがね、全部くっついたらしいんだよね。っていう、だからもうほんと何十年に一度みたいな。そういう皆既月食 now です。その時に撮影してる動画だから。もうやばいから今。だから、今私の動画は、数十年に一回の、スーパーブルーンブレッドミッキームービーだから。よろしく。今日はですね、何をするかというと、みんな、音楽、聞く？まあ、私のね、この動画を見てくれてる方は、学生の方が大体多いと思うんで。まあ、女子高生はイヤホンを取ると死ぬ。っていうコマーシャル知ってる？YouTube でなんかさ、かかったよね、一時期。私、TikTok よりもそっちの方が気になってんだけど。そう。じゃん。女子高生ってイヤホン取ると死ぬよね。いや、私は死ぬんですよ。女子高生じゃないけどね。お仕事東京行ったりとか、電車移動の時に、はもう絶対に音楽聴かないと、ダメなの。無理な人間なんですよ、本当に。だから、女子高生じゃなくてもイヤホン取ると死ぬ。ってことなんですよ。だから、まあ、音楽。聞きますよね、皆さん。最近はもう、ラッドウィンプス聞いてます。そう。あと、世界の終わり。聞くよねー、とか、なんだろうな。あとはね、そういう感じだけじゃなくて、J-POP だけではなく、ディズニーソング。ミュージカルっぽいというか、正式な名前がわかんないんですけど、まあ、そういうのも、ディズニーの曲、聞いたりもするし、まあ、ボカロも好き。してるんですけども、まあ、そのね、J-POP とか、ボカロ、ミュージカルっぽい、そのディズニー音楽とかは全部避けて、そういうものではなくですね、この動画を見てくれてる方、チャンネル登録してくれてる方、いつも仲良くしてる方にもバンダバレてないでしょう。実は私、アニメオタクなんですよ。あら、ミッキーさん。そういう嘘はいけないよ。もうバレてるから。君の好きはバレてるから。好きは溢れてるから。まあ、知ってるよね。まあ、これを見ればわかるよね。何を隠そう。そうです、私は。まあ、ラブライブのね。ラブライバーでございます。まあ、アニメオタクでございます。今日はですね、ミッキーが選ぶ、ラブライブサンシャインアクアの、この歌詞やばいっていうのを伝える動画でございます。ありがとうございます。こういう企画やってるんだけど、一番最初に言いたいのは、すべていい。ラブライブサンシャインだけではなく、ラブライブ。てかもうすべてのアニソンの歌詞は深い。そういうのなんだけど、その中でも特に、まあ、ラブライブサンシャインアクアの曲の、この歌詞がやばいっていうのを教えます。教えてあげるよ。ミッキー先生が教えてあげるよ。もう早速行きたいんですけど、今回ですね、6曲決めました。学年ユニットデュオトリオ。それを省いた9人に歌ってるやつだけの中から選びました。リリース順から言わせていただきます。一つ目は、届かない星だとしても。2016年4月27日に発売されました、恋になりたいアクアリウム、渡辺陽ちゃんがセンターの、曲の中に入っているカップリング曲っていうのかな。まあ、曲でございます。アクアを私が受け止められた、きっかけの曲がこれなんですけど、届かない星だとしても、ま、全部いいんですけど、私はこの歌詞が好きでございます。それを読みます。もうサビなんですけど、届かない星だって手を伸ばす勢い持って、届かないって決めないで、
手を伸ばせ、それから悩め。もうちょっと軽くしか説明しないよ。もう軽くだけど長くなっちゃうからこの動画。ピカちゃんがミューズに憧れてスクールアイドルをやるんですけども、まあアクアっていうグループ自体がミューズに憧れというか、まあ、尊敬というかそういうのを持ってるのね。そこからアニメが始まってるんですけど、てか全てが始まってるんですけども、あの私もなんですよ。どういうことかっていうと、あの、いや、ミューズに憧れてスクールアイドルやってるんですってことが言いたいわけじゃなくて、いや、私スクールアイドルじゃない、やってない。あの、私あのヒカキンさんに憧れて YouTube をやってるの。まあ歌って自分に置き換えるじゃん、やっぱりその時の心境とかに置き換えるじゃん。まあ、届かない星だってっていうのは、その憧れですよね。憧れの星。手を伸ばす勢いをちゃんと持って、届かないって決めないで手を伸ばせと。でも届かなかったらそれから悩めと。背中をバーンと叩かれる気分になったっていう。そういう曲。そして2曲目。未来チケット。こちらはですね、テレビアニメ、一期の挿入歌でございます。これはね、本当にやっぱいいなってなるのね。で、この未来チケット、まあ、ミラチケって訳して言うんですけど、ミラチケのここでございます。夢が生まれ、夢のために泣いた時でも、呆れめないことで繋がった。みんな悩みながらここへたどり着いたね。これからだよ。今はもう迷わない。私だって夢が生まれて、でも夢のために泣いたことももちろんありますし。でもほんとアクアの中でほんと1位2位を争うぐらい私は好きなんですよね、この曲は。じゃあ3曲目。未来の僕らは知ってるよ。ラブライブサンシャインテレビアニメ2期のオープニングソングでございます。もう全体的にやばいんだけど、私はですね、この歌詞がやばいと思います。本気をぶつけたら叶うんじゃないかな、夢。ここでございます。未来ってわかんないじゃん。安定な仕事なんてまずないじゃん。それを安定と思ってる自分がいるだけじゃん。そういうことじゃん。未来の自分は知ってるんだから、好きなことというか、ま、とりあえず自分が選んだことをやればいいじゃないっていう感じ。って受け取ったんだけど、でもこの歌詞は本当に本気でやっぱぶつかってったら叶うでしょ、夢っていう、もうそれですよ、ストレートなんてですよ。でも諦めなかったら夢は叶うっていうのもまた話は別なんだけどね。何の話っていうね。まあだから、まあこれはとにかくいいです。で次、 My List to You テレビアニメ2期エンディングソングの勇気はどこに君の胸にのシングルの中に入ってるカップリングソング。これはね、かわいい。前まで紹介してたのはちょっと夢とか未来とか憧れとかそういう系だけど、これね、ラブソング感がすごい。好きな歌詞はですね、お土産買ってきて私を置いて出かけたら、誕生日覚えて星座は知らなくてもっていう、ここの歌詞もう単純にかわいいってだけです。はい、じゃあ次、テレビアニメ2期挿入歌のミラクルウェーブ。これ聞いてた時が、ちょうど YouTube を、めっちゃ休んでたじゃん、ずっと。ずっとじゃないんだけど、なんかすごい、なんか一週間普通に休んだりとかしてたじゃん。ダメだなと思って。心を入れ替えた時期に、これめっちゃ聞いてたんだけど、そういうね、いい曲なんですよ。こう、なんか燃える曲なんですけども、その中の好きな歌詞は、サビでございます。叶うかな、叶う。願いは同じ。自分の輝き。真似じゃない。オリジナルの、ハートウェーブ。ここなんですけども、まあ本当はね、叶うかな、はい叶う、はいってやるんだけどね。自分自身のオリジナリティをどんどんこうなんか、だなって思ったんですけど。そう。っていう意味でね、この歌詞は、まあ、他もいいんだけど、っていう。はい、ということでですね、赤の楽曲から選ぶ、この曲のここの部分が好きっていうやつ、6曲をご紹介しました。え？ミッキーさん。今紹介してるのまだ5曲ですよ。あと1曲はどこですか？で、なんで6曲っていう中途半端にしたかっていうと、本来は5曲決めるつもりだったんだけども、その今まだ紹介してない1曲、その1曲があるんですけども、それが私が一番好きな曲でして、なんかもう全体的に本当に聴いてほしいっていうものなんで、今月の歌動画でそれを歌いたいと思います。ありがとうございます。毎月ね、中旬にやるやつなんだけど、最近全然出せてなくて、やっと先月出せたんだけど、それで今回、その曲を歌います。だから、その時に、あ、これなんだ、分かってくれると嬉しいな。ということでですね、本日は、アクアの曲の、この歌詞がやばいっていうのを、皆さんにシェアした動画でした。ということで、最後まで見てくれてありがとう。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。今日紹介した歌、聞いてほしい。君と